雲仙温泉街の中心部、八万地獄地区でも8月13日、土砂崩れが発生、お湯が出ないなどの被害で、館に追い込まれている宿泊施設があります。何、山頂付近にひび割れが見つかり、周辺に無人たちは不安を抱えて過ごしています。金の店で働く人、やっぱり不安です。山に亀裂がっているということですから、不安です。 電話、かかってくる、いつから店を開けるか、だから、ようは掃除も兼ねて開けました。皆さんがこん、ているから、近くに住んでいる人、避難という、は、テレビではしょっちゅう災害を見ている、ど、まさか自分たちにこんなことが降りかか、とは思ってもいなかった。やっぱり不自由で、孫たちがアイスを食べたいと言っても店は閉、っているし、運んには、お店ないし、思うように、荷物もできないし、不自由ですね。 雲仙岳では、真香水量の44%にあたる雨が9日間で、出ました。雲仙地区の43世帯97人に対しては、引き、引き避難指示が出されています。雲仙市は、19日か、避難場所を、雲仙メモリアルホールから近く、ホテルに移しました。雲仙、古藤地区、加藤隆、自治会長、ホテルのオーナー、 経営者が避難宿を提供したいということを申し入れてくれ、おかげで移ることができる。感謝している次会長の加藤さんは、高齢化が進む中の避難の利方を考え直すべきだと訴えます。運善、いにしえ、地区。加藤総春自治会長。高齢の人たちは地方が入ったり動くのが不自由な人もいる。同じ難場所ではなくて、別の避難場所に移れるよ。 災害が起きた場合は、その手配をしてあげるとが一番いいこと。災害は想定外でも先にじ、達しに安全な避難行動をすることが大切だと、う。そのことをメッセージとして伝えてほしい。長崎県内では他に、南島原市口の土地区に、無、2423世帯4870人にも、避難指示が出ています。19日午後3、現在、